元気がないな。もう一度大きな声でこんにちは。はい、オーケー。ところでみんな、俺のこと誰だかわかるかな。そう、ランプのマシン、ジーニーです。あ、はいはいはい、まばらの拍手をどうもありがとう。さあ、ここで耳寄りな情報です。なんとこれからここポルトパラディーゾに俺の大親友アラジンとジャスミンがやってくるんだ。新しい世界を求めてアグラバ王国を旅立った2人は伝説の港町ポルトパラディーゾに立ち寄ることをとっても楽しみにしていたんだぜ。そこでそんな2人を盛大に迎えるためにみんな一緒に準備開始。目の前にいるお兄さんやお姉さんの真似をしてお祝いのダンスを練習しておこう。さあさあ、じゃあ座ってる人もちょっとその場で立ち上がってみよう。はいはい、はい、立って、はい、右手を上に、左手斜め横へ、1、2、3、4、両手を上からトン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 。次に腰を振ります。左右左右、今度は右手を上に左手で、
本日こうしてここポルトパラディーゾに寄港できたこと、アグラバーの国王として大変嬉しく思っておる。我が一人娘のジャスミンもこうして素晴らしい発見。アラジン見て、ジャファー、アラジン見つけたぞ。アグラバーではつい油断をしたが、今日こそ仇を取ってやる。これは好都合だ。このともかかれ。
それでは早速始めよう。アクロバーカップウォーターゲームヒート1アクロバット。さあまず始めはジェットスポーツのフリースタイルで競い合ってもらいましょう。太陽のようにキラキラと輝いているのが我らがチーム嵐のライダーたち。そして地味な感じの2人がジャファーズのライダーです。それでは華麗なるアクロバットをご堪能ください。わしのチームが先にやるのだ。ガリレオさん、それでも地球は回っている。そうそう、1日24時間かけて一周してるって。おーい、だから違うって言ってんのに。シーサーさん、演技へのコメントお願いしますよ。ブルータス、お前もかって来ると思ったよ。もういいや、わかりましたよ。判定に行きましょう。判定に。それでは今回のヒート1ジェットスポーツフリースタイル演技の勝者はチームアラジンか、それともジャファーズなのか。と思います。何が出てくるのかお楽しみ。アグラバーカップウォーターゲームヒート2スラローム。さあ今度はのんびりと足首ボート競争です。噴水が作るアーチに身を任せ、ゆっくりゆっくり競いやってもらいましょう。スローライフも捨てたもんじゃないですよ。慌てない慌てない。チームアラジン、落水です。なんということでしょう。どうしたんだチームアラジン。ジャパースが逃げる逃げる。チームアラジンが追いかける追いかける。さあ
ました。それでは早速審判の皆様にご意見を頂戴いたしましょう。我が輩の辞書に不可能という文字は、これでも地球は回っている。ブルータスお前もか。我が輩の辞書にブルータスお前もか。やめやめやめ、やめ、なんなんてこの人たちも。判定してください。判定をどうぞ。あーっと、ジャバーズの勝利だ。大変だ。みんなでチーム嵐を応援しよう。さっきのダンス覚えてるかな。チーム嵐のサポーターたちと一緒に頑張って踊ってみよう。みんなの元気を僕たちにください。チーム嵐もそれを追いかける。2人ともどこ行っちゃうの。
ボートの様子がまるで把握できません。一体何が起こっているのか。ジャパーズリードのままなのか。うわっ、持ってきた。
アラジンのホールニューワールド。